はい、皆さんこんにちは、品川です。今自分はどんの山公園という公園にいます。地図で見るとだいたいこの辺りです。市街地中心部から頑張れば歩いていけるぐらいの距離にある小高い丘の上、丘、山、坂の上の公園なんですけれども、はい、景色はねこんな感じで、はい、標高高めなどんの山公園から今長崎の港を望んでおります。で、今日はここから階段を下ってですね、町の方まで戻っていこうと思います。そう、散策していきます。で、ちなみにどんの山公園、ユニークな公園の名前だと思うんですけど、なんでどんの山というとですね、この大砲のあれが残っているんですが、昔明治30数年ぐらいから40年弱ぐらいにわたって、お昼正午になったらここからですね空砲を放ってドーンという音で、お昼ですよ正午ですよっていうのを市民に知らせてたことから、どんの山公園っていう名前が愛称だったんですかね、最初はついたみたいです。そんなどんの山公園からですね、今日は全くのノープランで斜面地を下っていきます。道中ね、雑談しながら長崎暮らしあるあるだったり斜面地あるあるなんかを見つけて、話しながらね下っていこうと思います。で、本当にノープランでして、登ってきた道と、あ、ちなみにここまで歩いて登ってきたんですけど、ちょっとね所用がどんの山公園にあって歩いて登ってきたんですけど、そう、歩いて登ってきた道とは全く別の、自分も知らない、全く行ったことがないような道を、地図を見ないで、なんていうんですかね、迷い込む感じで下っていこうと思います。はい、こんな感じで景色が開けてきました。すごいですよね、この景色。僕長崎に移住してもう2年以上が経つんですけど、この斜面地の圧巻の風景、空、山、街並み、港、そして斜面に、張り付くように立ち並ぶ家々、毎日今も感動してるんですけど、そう、斜面を下っていきます。で、早速やばい、お墓に出てしまいました。長崎あるあるなんですけど、斜面地を下るとお墓に出るというのが長崎あるあるでございまして、すごいね、見晴らしいところにお墓がたくさん立ち並んでいるんですけれども、このお墓ロードを突きるか、ちょっと別の道を探しつつ、地上の方へ下っていこうと思います。一旦上まで登ってみて、そう、住宅街っぽい道がですね結構面白くて、入り組んでて迷路みたいになってて趣もある道が出てくるので、住宅街っぽいところを通りたいんですが、ダメだ、道がないということで、一旦お墓ロードを突っ切って住宅街の方まで抜けていこうと思います。どこら辺から行けるんだろうな、あの辺りから抜けれないかな。はい、ということで下っていきます。長崎あるある、斜面地を下るとお墓にぶつかる長崎小話。長崎のお墓は結構ユニークでして、お墓の中にこんな感じで土神様といって、もともとはですね中国の、民間信仰もしくは道教なとか、なんか諸説あるんですけどが、元になっていると言われてですね、土地を借りてます、ありがとうございます的な意味合いを込めて土神様の火をお墓の中に建てていたりですね、あとはお墓の文字が金色だったり、なんかお墓がワンルームみたいな感じでこう広い敷地になっていたり、あとは座れるちょっと台座みたいな、荷物入れ兼台座みたいなものがあって、あ、ここから抜けれるかな、抜けれないかな、抜けれなそう、ちょっと安全な道行こう。そう、台座みたいなものがあって、荷物置き場になっていて、かつ座れる。そうで、あとお盆の時期は花火なんかをする場所だそうです。で、長崎のお墓、そう、こっちに移住してきてすごいびっくりしたのは、長崎の方はお墓に対して怖いとか暗いとか、そういうイメージをあまりというか多分全然お持ちでないみたいで、
お墓イコールなんかお盆に花火するところだよねっていう感じで、僕の地元はお墓イコールお化けが出そうで怖いみたいな、怖いくらいイメージがあったんですけど、長崎はそういうのが全然なくてですね、今歩いていてもう皆さん分かるかのようにお墓の近くにお家とか建てても全然皆さん気にしないっていう、そんな感じの文化になっております。それも結構好きなとこですね。なんかお墓との距離感が、お墓っていうかご先祖様って言った方が正確なのかもしれないんですけど、そういうものと距離が近いっていうのはなんかいい文化だなというふうに思っております。そう、自分も長崎に移住して夜道でお墓に出くわしても全然怖くない、全然気にしない感じになりました。はい、そんなお墓ロード、初っ端お墓でしたね。どんどん山公園抜けたら、そんな初っ端お墓ロードを抜けて、どこかからか右の道に抜けて小道に入っていきたい。よいしょ、こんな斜面地でもオートバイがあれば、原付だったり軽自動車であればここまでねぐんぐん登ってこれるんで、こんなねスーパー斜面地ビューを楽しみながら暮らす斜面地暮らし、いかがでしょうか。かくいう自分も今からもうかれこれ2年近く別の山なんですけど斜面地に暮らしておりまして、なんか今はね目の前に海見えてますけど、斜面地の上から眺める景色がめちゃくちゃ良くて、今船の汽笛になったの聞こえましたかね。そう、港からあの船の汽笛の音がね入ってきたり、音も良くてですね、市街地中心部から離れているので基本的に静かなんですけど、今みたいに船の汽笛の音が聞こえたり、鳥たちのさえずる音だったり、草花が風にそよぐ音だったり、そういう音も楽しめたりしてですね、なんかすごい歴史ありそうなレンガ塀が出てきました。十字架の形が多分かたどられていると思います。おそらくいつ頃だろう、明治以降に建てられたレンガ塀な気がします。今歩いているの場所はですね、おそらく中新町ぐらいかな、多分なんですけど、というエリアをきっと歩いておりまして、そこは旧外国人居留地エリアっていう、あの幕末ね、日本が開港した以降に海外の方たちが住み始めた場所の上のところにあるんですけど、なのでキリスト教関係のなんか建物とかが、とか趣がかつかに町に残ってるかもしれないですね。はい、公園が見えてきました。なんか石碑がありますね。長崎の歴史文化好き品川としては、ちょっとあの石碑をチラ見してから次に進もうと思います。なんかちょっと大通りをずっと下ってて、なかなか味わい深い小道にまだ出れてないのがちょっと残念な気持ちがするんですけど、ちょっと、はい、あ、上大浦小学校跡ってことで、ここに昔小学校があったんですね。意外と最近まであった小学校な気がしております。きっとおそらく今はもうちょっと下ったところの大浦小学校っていうところに合併されてるんだと思うんですが、あ、まだお墓ロードがめちゃくちゃ続きますね。ちょっとどこかしらからで右に曲がって、長崎の路地裏じゃないな、斜面地の小道を、迷宮のような小道を回っていきたいんですけれども、よいしょ、あ、こっちでもいいかな、こっち全然行ったことないんで、こっちから下ろうかな。いや、でも待てよ、個人的にはこっちのですね、住人町っていうエリアの方が今日は気になっているので、こっちを下ります。どっか小道が右手に出てきてほしい。はい、どんの山ダウンヒル、全然車通りの大通りを通ってしまってて、なんか長崎らしさを、もうちょっと、来た、ここから入れる、よし、ここは入れるでしょう、よし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 。はい、こんな感じでザ長崎斜面地に迷い込んでまいりました。長崎斜面地面白いのはですね、こういうなんか、これ灯籠かな、
和な雰囲気もあればレンガ塀だったり、そして階段だったりと、あ、これお墓でした、すいません。趣がですね、最高なんですよ。個人的になんかもう斜面の上の幾ばくかまで登って斜面を下るだけで比較的だいぶ面白いアトラクションになるんじゃないかって思うぐらい、外から来た僕にとっては斜面地ダウンヒル面白いなぁと思ってるんですけど、どうなんでしょう、僕だけなんでしょうか。いやでもこんなのがいきなり出てくるんですよ、こんな斜面が。面白くないですかね、これ。登るのは大変ですよね。で、長崎あるあるというか、ここで雑談なんですけど、階段が白く塗られております。これは暗くなっても夜道、転ばないように、塗られている、多分この地域の、自治体の方々とかだと思うんですけど、が塗られているんだと思います。こう溝底にもね、落ちないように塗られてます。はい、こんな細い小道、そう、全くね、初めて来て道の土地感全くないんですけどここはどこっていう感じなんですが、そうそうそう、あの観光客とかふらりと旅している方が、どんな山まで行くのは大変なんで、他の登りやすい斜面地の方がいいと思うんですけど、斜面地を下る時になんか一つあれなのは、長崎はですね、基本的に迷ったら、あ、どっち行こう、あ、どっち行こうかな、うん、趣深い道が多くて迷うんですが、あ、そうそう、で道に迷ってもですね、その階段を下りきると平地の町の部分に出て、平地の町の部分はほぼほぼ路面電車とか通じてるし、なんか分かりやすいメインの道になってるから、迷ったら下る、もしくは迷ったら階段登るってすると、あ、ここは民家ですね、行き止まりでした、あのどこかしらに着くので、なんかね、迷いにくいというか、まあ、登れるか下るかすればどこかしらには着くっていうのは、なんか長崎のいいところなのかなと思ってます。いや、どうなんでしょう、勝手な所感なんですが、なんか他の平地が広い土地とか町だと、迷って他の方角とかに進んじゃうと、なんか逆戻りするのめんどくさかったりすると思うんですが、まあ、長崎もそうか、長崎は登るか下るかすればどこかしらに着く安心感がある気が勝手にしてます。で、はい、長崎あるある、こういう休憩用のベンチが存在する、これも階段の途中にね、あの休憩してエネルギーチャージするためだと思うんですけど、こういうところに長崎の優しさを感じたりもいたします。で、なんか大通りっぽい階段出たので、もうちょっと小道に入って行きたいなと思いつつ、とりあえず下っていきます。今は中新町を下ってますね。今町の標識が出てきました。はい、中新町、あ、この辺りはベンチがね、たくさん置いてありますね。よいしょ、小道に入っていきたい。あ、ちょうど、あ、いいところに出てきました。よいしょ、こちらちょっとご紹介しましょう。坂農園という農園があってですね、坂農園、長崎の斜面地はもともと段々畑でした。空き地や空き家は本当に、あ、ちょっと問題でしょうか、目が悪くて見えないですけど、空き地や空き家をうまく利用して少し古くて新しく豊かな長崎の暮らしを提案しています。長崎都市景観研究所塗るということで、はい、こんな感じですね。斜面地の途中に、農園が、今作られていてですね、僕もたまに耕すの、本当にたまになんですけど、お手伝いしたことも昔あってですね、そうそう、こんな感じで農園が展開されております。僕がいつも長崎でお世話になっている先輩、お友達、皆様方がやっている坂農園でございます。ここにこうやって出てくるのか、普段は下から登ってくるんで道が分かんなかったんですが、という坂農園をご紹介しつつ、そう、小道の方に下っていきます。そうです、坂農園です。僕住んでるのがもう一個逆側の山なんで、いつも
土日探したいな、高橋にお手伝いに行きたいなと思いつつ、山の上り下りで全然行けてないという、そんな坂の上を横目にまだまだ下っていきます。そうこういう、あ、またお墓に出てきてしまいました。長崎あるある、道を歩けばお墓にぶつかる。はい、お墓ゾーンにまた突入しました。お墓はお墓で見応えがあるんですけれども、あー、見晴らしが引っ掛けてきました。いい感じですね。すごくないですか、この景色。はい、これは多分中新町とか、あの洋風な白い青い建物が多分開成高校だと思うんですけれども、はい、この斜面地の迷宮をただただ下る、ただただ迷い込む、すごいね、面白いと思うんですよね。タクシーで適当なところまで登って歩いて下るだと、多分小1時間ぐらいで多分ね散策できる気がしております。今稲田町というところにおりますね。そうなので、登りはさすがに多分大変だと思うんで、下りだけ散策するといいんではないでしょうか。長崎の本当に皆さん斜面地にね暮らされてるんで、ローカルな暮らしを体験というか垣間見つつ、圧巻を楽しみつつ、今は時間がお昼時なんであれなんですけど、普段は斜面地、気温とか時間とかによって変わるんですけど、猫ちゃんがね多くいるんで、そういう猫と戯れながら斜面を下るのも楽しいですね。あ、ちなみに餌付けは厳禁です。増えてしまったりしてね、お住まいの方にご迷惑がかかってしまうとかもあるので、野良猫、地域猫さんに餌付け、餌をあげるのはお控えいただくといいんじゃないかなと思っております。どっちに進もう、ちょっと右の方に入ってみましょう。またさっきみたいな小道でね迷い込みたいんですけれども、はい、この壁が草が生えている風景も趣がございます。あ、噂をすればおりました。こんにちは、どうも。あんまりね近づくと驚かせてしまうので、こんな感じで長崎の斜面地には猫がたくさんおります。あ、ここを抜けると大通りに、大通りっていうほどの大通りかどうかわからないんですけど、長崎新地中華街につながる道に出てしまいました。なのでちょっと奥目に入って、また小道に迷い込みたいのです。はい、ここをずっと下っていくと長崎新地中華街に着きますが、あえて小道に入りたいが、ちょっと階段を登らなきゃいけないっぽいのは誤算で辛い。ここ道つながっててほしい。ここ民家じゃなくて、あ、民家かな。この先は民家だな。もうちょい登ろう。あ、下るだけだと思いきや欲張ったせいで登りに突入してしまいました。ただただ斜面地を迷い込む、しかももう20分ぐらい迷い込んでるんですけれども、上りで見るとねこんな感じ、手すりがねついて優しい感じになっております。で、はい、もうどこにいるか分かりません。ここはどこなんでしょうか。ただただあてもなく斜面地下る
いかがでしょうか。これがね、ザ・長崎ローカルが感じられておもろいと思うんですけれども、この辺りはちょっと道が僕も分かってきましたね。小島の上、小島周辺な気がしますが、はい、こんな感じで普通に道がありますけど、ここも標高だいぶ高めですからね。本当に長崎の方の暮らしのゾーン、観光客さん全然来ないぐらいなとこなんではないでしょうか。はい、でなんかあるかな、なんか面白い小ネタあればいいんですけれども、そういえば長崎に暮らし始めて斜面地に暮らしているんですけれども、20前東京にいた頃よりも体重が20キロ以上落ちまして、太ももがめちゃくちゃ細くなりまして、ここに黒猫ちゃんがおりまして、でですね、最近ちょっと足が細くなりすぎて、筋肉つきすぎて細くなりすぎて、椅子に座ってるとお尻の骨が椅子に当たってちょっと痛いっていう痩せすぎ問題と、あとはですね、足が細くなったんで人生で初めて足を組めるようになりました。昔足が太すぎて足組めなかったんですけど、最近足が組めるようになりました。で、大通りに出ました。ここは仁田迫小学校ですね。で、右手にあるのはなんだっけな、小島養生所跡記念館だという資料館がございます。小島かな、小島ですね、小島養生所。そう、幕末の海軍伝習所っていうオランダが、その話をする前にこの景色が圧巻なんでここ見ておきましょう。これ凄まじいですよね。はい、下っていきましょう。もうここはだいたいなんとなく道が分かってきたので、菅から下って東神屋敷館内を抜けて中華街というエリアに入っていくんですけれども、そうそう、小島養生所、何かというと幕末ぐらいにですね、オランダがですね、開国とかは迫られて、開国してこうなんていうんですか、近代の荒波に日本がこう揉まれていた時期ですね。軍艦とかいっぱい来て、なんか海外の人もいっぱい来て大変だってなってるところにですね、オランダが海軍伝習所っていう、軍艦の操作術とか、それの元になる航海術とか数学とか、いろんなものをこう日本に教えてくれるっていう、そういう一大プロジェクトがあったんですけど、海軍伝習所のなんかスピンオフ企画みたいな感じで、言葉と言葉とニュアンスが合ってるか分かんないですけど、スピンオフ企画みたいな感じで日本に近代学をこう教えてくださるというのでできたのが、小島養生所てか小島養生所の元がそれかな。でですね、有名な方ポンペさんっていうオランダ人医師の方がいてですね、その方が日本に西洋医学を教えてくださって、本当に偉大な方でございます。で、長崎はですね、やっぱ海外との玄関口ということもあって、海外からもともと日本になかった病気とかもね入ってきたりっていうのがあって、コレラですね、コレラとかが、コレラじゃなかった、ごめんなさい、日本で流行した時に長崎のポンペさんがいたことで、前のコレラの流行の時よりも犠牲者数が減ったりとか、そういうね、尽力もあったみたいですね。尽力というか、そういうポンペさんのご活躍だったみたいです。ここどこだここはどこなんだ、こっちの道で行こう。館内の奥地ですね。まだ猫ちゃんがおりました。はい、
めちゃくちゃただただ迷い込む動画ですが、あ、せっかくだからここから下ろうかな。あ、ここ下るより、あ、どうしよう、迷う、猫についていきます。あ、そう、ちなみに多分今の正面の猫ちゃんはお曲がり猫という、尻尾がですね丸っこい猫ちゃんなんですけれども、長崎の猫の7割ぐらいが、お曲がり猫という、尻尾が、曲がっている、もしくは鍵状になっている、もしくはお団子状になっている猫ちゃん、お曲がり猫っていうのが長崎には多いです。で、これは何でかっていうと、あの、長崎は鎖国時代に唯一海外と開かれていた港の一つでございまして、で、主にね、中国とかオランダとかと貿易をしていたんですが、オランダの貿易の拠点がインドネシアのジャカルタにあってですね、今でいう、そこから船がやってくるんですけど、その船にネズミよけとして猫ちゃんが乗せられてたらしいんですが、インドネシアの猫の種類の多くがお曲がり猫なので、なんかね、インドネシアから入ってきたんじゃないかっていう説が有力です。ベンチでお休みしておりました。はい、ということで、だいぶ平地に、だいぶ平地分に近づいてまいりました。もう館内で最後中華街ぐらいまで出て終わりにしようかなと思っております。ただ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 斜面町を下るだけの動画でしたが、あ、唐人屋敷跡に出てきましたね。唐人屋敷跡、一言で言うと中国かつ陸版の出島っていう感じですね。オランダの他に中国の方とも長崎を拠点に貿易をしていたんですが、中国の方も一箇所に住んでくださいねということで集められて、この唐人屋敷という、今はね館内という町名になっていますけど、唐人屋敷に、多い時からは2000人から3000人の中国の方が一箇所に集められて住んでいた、唐人屋敷跡のエリアがこの辺りです。今下ってきたのも唐人屋敷のところですね。で、唐人屋敷から降りてまっすぐ行くと長崎新地中華街に出ますということで、こんな感じでしょうかと、ちょっとね、長崎の斜面地をひたすら下るを散歩してみました。いかがだったでしょうか。何か感想や、コメントがある方は下のコメント欄からいただけると嬉しいです。あとはチャンネル登録とグッドボタンを押していただけると非常に励みになります。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。ではまた。